はようございます。今日もよろしくお願いいたします。お願いします。今日は千葉まで行って田植えをします。今運転さよさんがしてくださってるんですが、さよさんがやっているつむぎっていう生活共同体の活動の一環で、そう、田植え作業に行きます。今日は味噌作りの時にもいらしたあいさんと、あともう一人お友達を今駅まで迎えに行くところです。おはようございます。何の橋ですかこれ？何の橋？大桟橋？何の橋？大桟橋？大桟橋だよ。大桟橋だから。大桟橋だから。神奈川5号大黒線の大黒線方面。ベイブリッジ。ベイブリッジ通過します。します。大黒線。およそ200メートル先。たまになってますね。目的地に着きまして。今田んぼに向かって歩いてます。すごい、カエルの声が。この田んぼは紬でやるのは何年目ですか？2年目。守ろうとされている場所で、すごい綺麗なの。今日はここの列をみんなで植えました。楽しかった。田植え終わった後に田んぼから抜けるのがまた大変なんですよね。ドロドロになった手はあそこから出てくるお水で流して、この後みんなでお昼ご飯食べます。そう、肝心な田植えの作業全然取れなかったんですけど、実際に私も田植えしてたので、この苗をちぎってこっち側によく見ると線になってるんですけど、その線に沿って30センチ間隔で3個ぐらいの苗を植えていってっていう作業をしてました。田んぼを眺めながら。歯が白くて綺麗ですね。歯並びめっちゃ良くない？確かに。これから昼ご飯です。カールおじさんみたい。気分は？タイタニック。これディカプリオかな？これが。え、そう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 。だよね。そう。ディカプリオこうやらないもん。合ってるの。あとディカプリオが気分。気分は？ディカプリオ。ちょ、私が言うんですかそれ？ディカプリオ。意外とね。意外とモコモコ。あのモコモコして。いい感じです。いい感じですか？気分はいかがですか？隠れよう。何？有名なセリフ。あなたドトロっていう。ドトロのお腹。なんだと思って聞いてたの。確かに。誰のセリフだった？上に着して、すごい低いよ。田植えが終わりまして、これから温泉に入りに行きます。温泉入ってきました。今高速に乗って。千葉に戻ってない、神奈川に戻ってます。タオルとともに私のカーテンです。この子美味しいです。よかったです。チョコレートも美味しいですね。表面でまた味が違うのもとっても美味しいです。王様のブランチ
ちのリポーターとかやってそう。Long long long time だち焦がれてた青春ってほんのちょっと意地悪最後にカメラを回してからだいぶ時間が経ったんですけど、あの後みんなで晩ご飯を食べに行って今家に帰ってきました。で今日はもうお風呂にも入って、なんだ今日やらなきゃいけないことは、あとは歯を磨いてちょっと顔洗って寝るだけなので、ゆっくり過ごしたいと思います。では今回も見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。